シャレーン・フラナガンはアメリカ合衆国の陸上競技選手2008年北京オリンピックの銀メダリストであるフラナガンはマサチューセッツ州マーブルヘッドの高校に通っていた当時はサッカー、水泳に加えクロスカントリーとトラック種目に取り組んでいた特にクロスカントリーでは全州大会で3度の優勝またトラックでも1マイル走で優勝2マイル走は 米国高校新記録で優勝と有名な選手であった。フラナガンはノースカロライナ大学チャペルヒル校に進学した後も2002年2003年の全米クロスカントリーを制覇するなど数多くのタイトルを獲得した。2004年には3000メートルで8分33秒25、5000メートルで14分44秒80の米国新記録を樹立。同年には アテネオリンピックの5000メートルのアメリカ代表となったが、オリンピックでは予選で敗退している。フラナガンは2008年に1万メートルでディーナ・カスターが持っていた30分50秒32の米国記録を約16秒更新する30分34秒49の米国新記録を樹立。北京オリンピックの代表選考を兼ねた。 全米選手権では5000メートルと1万メートルで代表の座を射止める。そして、8月16日に行われたオリンピックの1万メートルで30分22秒22の米国新記録で、エチオピアのティルネシュディババ、トルコのエルバン・アベー・レゲッセに次いで銅メダルを獲得。その後、エルバン・アベー・レゲッセがドーピング違反が発覚し、銀メダルに繰り上がった。 この種目では1992年バルセロナ大会のリンジェニングス以来のメダルをアメリカにもたらした。また、フラナガンは5000メートルでも決勝に進出したが、15分50秒80で10位に終わっている。ありがとうございます。